楽譜のシェア。楽譜をシェアする方法を紹介します。今回の方法でシェアすると、相手は楽譜を編集することはできませんが、楽譜を見たり、再生したりすることができます。まずは、リンクでシェアする方法です。クラスルームやチームスなど、フラットフォーエデュケーション以外の場所でシェアするときに利用しましょう。シェアしたい楽譜を開きます。画面右上のシェアするボタンをクリックします。 このボタンを押して楽譜のリンクをコピーします。リンクがコピーできたら、クラスルームやチームスなどでリンクをシェアしましょう。シェアした相手はリンクをクリックすると楽譜を開くことができます。次に、閲覧限定で招待する方法です。この方法で招待すると、 プラットフォーエデュケーション上で相手に通知されます。相手がメールでの通知を有効にしている場合は通知メールも届きます。シェアしたい楽譜を開きましょう。楽譜右上のシェアするをクリックします。シェアしたい相手を選びましょう。続いて相手が楽譜でできることを指定します。今回は相手が楽譜を見たり、 再生したりすることだけ許可します。閲覧可能を選択して招待しましょう。シェアした相手は通知から楽譜を開くことができます。